スーザン・ストローマンスーザン・ストローマンはアメリカのブロードウェイで活躍する演出家、振付屋である。5歳の頃よりタップダンスとバレエを習い始め、デラウェア大学で演劇を専攻し、卒業後はニューヨークに上京する。1987年、オフ・ブロードウェイでリバイバルされたフローラ・ザレット・メナスに振付家として参加し、注目される。1992年、 マイク・オークレントが演出したクレイジー・ホーユーの振り付けを担当しブロードウェイデビューを果たしたハロルド・プリンス演出のショーボートで2度目のトニー賞を受賞する1996年スーザン・ストローマンはマイク・オークレントと結婚するその後ヒット作に恵まれなかったがオクラホマロンドン公演等の振り付けを経て1999年にコンタクトで 演出家としてデビューする。当初、コンタクトはミュージカルではなくダンス劇として上演されていたが、後に上演劇場が変更された機会を境にミュージカル作品として扱われるようになっている。1999年、夫のマイク・オクレントを白血病で失い、代わってプロデューサーズの演出を担当。プロデューサーズは、 トニー賞を12部門にわたって受賞し、歴史に残る偉業を達成した。2005年にはミュージカルを映画化したプロデューサーズで映画監督としてもデビューしている。ありがとうございます。